マイナスイベントは人生好転のチャンスっていう話をしたいと思います。うわーかっこいいな、なんかちょっと偉そうだけども、はい、かっこいいな、はい、っていうお話をしたいと思います。これでも実際ね、皆さんも絶対経験あると思う。なんか良くないことが起こったがために、逆に人生良くなったっていう話ですね。はい、これ例で言うと僕の実体験なんですけれど、妻がですね事故ったんですよ。はい、事故って、でちょうどその時に妻のおかんの車を運転しやの妻のおかんの車、要は保険が効かないと、で50万ぐらい支払うことになったんですよ。最悪やん、超バッドイベントやんね、最悪ですよ、50万の支払いなんてね、ああ全然いいよって払える給料じゃないですから僕もね、はい、最悪なイベントが起こりましたね、バッドイベント起こりました、マイナスイベント起こりました。でね、その時に僕が思ったのは、あ、もうこの給料じゃやべえと思ったんですよ。それまではまあもちろん全然高くない給料なんですけど、あ、普通に暮らす分にはいけるなって思ってたね、この仕事だけやってれば、あ、人生安泰だななんて思ってました。はい、でもそのマイナスイベントが起こったおかげで、あ、なんか自分で稼げるもの見つけんといかんって思ったんですよ。強くね、強く思いました。うん、そこでね、まあ投資の勉強をね、そっからしだしたんですね。まあまだ全然稼げてないんですけどまだ稼げてないんですけど、例えばさ、このきっかけで投資の勉強を始めてすごい稼げるようになったとしたら、これその妻が事故を起こしたマイナスイベントってあってよかったやんって、必要なイベントに変わるじゃないですかね。まあ実際にそのマイナスイベントがなければ、僕自身もなんかその副業のことを考えたりするきっかけすらなかったんだからね。そう、まあ実際その副業っていうものを考えた時点でもうマイナスイベントではなくはなってるんですよ、実はね。皆さんもあるでしょそういうの、嫌なこと、マイナスイベントが起こったがゆえに始めたこととかさ、あ、それがあったから今のパートナーと出会えたとかさ、あると思う。恋愛絡み結構そういうのあると思うんですけれど。あ、もう一個いいですか。仕事とね、まあその家庭つか、まあ子育てとかね、そのそれがもういろいろしんどくてしんどくてって時期があったんですよ。でね、その精神も病んじゃってね、僕自身ね。で、心療内科通院したりしてたんですけれど、それがあって僕強く思ったんですよ。友達に会いてえと。友達に会いてえってマジで思った。なぜなら、妻の実家つうかその地元に住んでて、友達一人もいないんですよ。そう、本当に強く友達に会いたいと思った。そこからね、YouTube のチャンネルを開設して、で、会いたい友達に声かけて、毎週、その配信やろうぜって、ライブ配信やろうよって誘ったんですよ。ね。きっかけは俺がすごい友達に会いたいってだけだったんですけれど、今もうちょっとでその配信もその2年になりますから、毎週配信してね。そう。で、なんかちょっとずつ大きくなってきてるんですよ。うん。それすらも、ね、その、精神を病んだってこと自体はマイナスイベントなんだけれど、そのマイナスイベントがあったからこそスタートできたことがあるので、そのマイナスイベント必要だったんだなって、うん、思えるし、で、後々ね、まあ、まだわかんないんですよ。まだそこまでなんか俺もなんか大成功できたわけではないですから、マイナスイベントが人生好転のチャンスかどうかは、まだこれからにもよりますけれど、実際そうやってスタートして、その友達と毎週ね、そのオンラインだけど会えるようになったってだけでも、正直人生好転してるんで、今回の動画はですね、マイナスイベントは人生好転のチャンスってお話をしました。まあ僕の具体例2個出しただけなんですけれど、はい。なのでね、もしなんかマイナスイベント起きてね、ちょっとがっかりはすると思うんですけれど、人生好転のチャンスかもと思ってですね、なんか始めてみたらいいんじゃないでしょうかって思います。はい。ぜひ今日の動画がもし良ければ、フォロー、コメント、いいね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。